こんにちは、日本の皆さん。私はセントマザー産婦人科医院の院長の田中と申します。私は GFA という組織の一員であります。この GFA という組織では一番新しい知識、技術、そしていろんな国と方たちとの交流を図っております。もしお時間がありましたら、このエシュエの期間中、GFA のブースにぜひ来ていらしてください。そして私はこの学会では円形性細胞の注入という新しい治療について発表させていただきます。この発表内容はアワードの対象となっておりますので、皆さんに少しでも興味を持っていただければ幸いと思います。では皆さん、今年の6月リスボンでお会いいたしましょう。